お姉様。相場は銃をチハポンの頭に撃ちました。しかしその銃弾は当たる直前で止まっています。空間から手が現れて銃弾を止めたようです。やがて、手から広がるようにピエロの仮面をかぶったスーツ姿の男の全身が現れました。ラスボスのお出ましか。相場くん、ダメだよ。僕の大切なプレイヤーを殺しちゃう。でも、これで、君の望みも叶っちゃったようだね。ついに、君の目の前に僕が現れた。ゲームマスター。君のことだ。彼らを、最後の餌にしたんだろう。しかも本気で撃つ。そうでもしなきゃ、僕が現れないと思って。あの館でマーキングされたのは、感じてたからね。なるほど、これが仕上げか。大丈夫かい、レズ君。死ぬかと思いました。ああ、大丈夫だ。君は死なない。僕がいる限りはね。お姉様、モテモテね。お姉様にも、ついに、そういうことを言う人が現れたのね。この人は嫌だな。人かどうかもわからんしね。さて、どうするんだい、相葉くん。この時を待っていたんだ。30年、ずっとな。あなたたちを掴んでいる青白い手があなたたちの全身を覆っていきます。声は聞こえますが、そのせいで周囲が見えなくなります。何？時間の彼方へ消えろ、ゲームマスター、権限せよ、グアチル、ウタウス。よく見えないですが、相葉が何かを上空に呼び出して、ゲームマスターにけしかけたのがわかります。え？あなたたち下級病棟の床が徐々に塵に変わっていくのを感じるでしょう。空に何か降臨してる。すごくまずい神様が。いつもの世界。お姉様は神様に詳しいわね。青白い手のせいで、それもよく見えませんね。一体何が起こっているんだ。まずい、床が抜ける、落下ダメージが。はい、完全に屋上の床が塵になり、あなたたちは一つ下の階に落ちていきました。ひえ。しかし青白い手がカバーしてくれるので、ダメージはありませんでした。うわ、ふよふよしてる。もしかして、守られてる？一通り、チリカによる落下が終わったあたりで、青白い手が目の周りからスーッと消えていきます。体は拘束されたままですが。チハポン。お姉様、無事。大丈夫。皆さんの視覚が戻ると、そこには膝をついてかなり憔悴した相葉と、普通に立っているゲームマスターがいました。院長。それが切り札かい。芸がないね、相葉くん。私たちを圧倒していたあの院長が、全く歯が立たないなんて。30年前の君は、最高のプレイヤーの一人だった。なのに、今じゃなんてことはない平凡な指し手だ。これでいいかい？じゃあ、殺すよ、君を。僕が、自分の手で行う、初めての殺人だ。感謝したまえ。ゲームマスターの手がゆっくりと持ち上がります。相場は片手で風の瞬間を乱射しますが、その弾丸はゲームマスターに届く前に空中で止まります。私たちは、まだ動けないんですか？動けないです。ですが、コキさんの右足元には何かがあります。これは？白い革表紙の魔導書が落ちています。では、俺は、かろうじて動く腕で。そんな描写、どこにもなかったでしょ。いえ、今その描写をしようとしてました。本当にコキさんだけは右手を拘束されていません。俺は、かろうじて動く右腕を使って魔導書を引き寄せ、やや強引にバッて開きます。バッとするとですね、一枚の写真がしおり代わりに使われていたページが開きます。それはあなたが持っている写真と全く同じでした。何でもいい。この状況を打開する何かを。では、クキさんにだけ、魔導書の内容をお知らせします。さて、サブマシンガン弾切れになった後、院長は、ヨブソとオスの拳、鬼3発撃ち込みましたが、ゲームマスターのスーツを揺らすことすらできません。僕の必殺技でも、その程度か。ゲームマスターはその後、相葉の頭に手を置こうとするのですが、しかしその手に3匹の青白い4本足を持つ何かが噛みつきます。すごく見覚えが。3チェック。その3匹が噛みついて初めてゲームマスターの動きがちょっと止まりました。水を差してくれるな、時の魔女。振り向いたゲームマスターの視線の先には小柄な少女、赤ひじりちゃんがいました。見れば、彼女の胸にある3つの玉がついていたペンダントは、輝きが全て失われています。ミホシちゃん？今の、ディンタロスの猟犬じゃ。不良神父、今だ。というと、金色の鎖がどこからともなく飛んできて、ゲームマスターの体に巻きつきました。あっちがアフォーガマンの鎖。鎖はゲームマスターの体に自動的に巻きつき、締め付けます。クキ君、今だ。クキさん。いや、いや、うわ、
ない、がい、いや、いや、ない、いや、いや、諸国、二軍、いや、いや、い、は、い、にやい、にや、な、ない、ワフル、二軍、よぎそ通す、よぎそ通す、いや、いや、よぎそ通す、おさだごは、ひとしきり栄唱した後で一泊置いて。いでよ、よぎそ通すの迷宮。何を言ってるの？呪文を唱え終わると、相葉、ゲームマスター、赤ひじりちゃん、田中と、あなたたちが固まっている場所の中間地点に門が出現します。その門は現れたと同時にゆっくり閉まり始めます。お、これが切り札か。考えたね、さすが相葉くん。まだ、プレイヤーとしての腕前は落ちていないようだ。ちなみにこれに使用する MP はチハポンから消費されます。どういうこと？迷宮に強い因縁のあるあなたがいることで使用できる呪文だからです。私、触媒だったんだ。お姉様、巫女っぽい。そしてクキさんという素質ある魔術師がいる、というのも条件ですね。やっぱりメイガスじゃないか。ゲームマスターが鎖と拮抗しながら左手を上げると、門は閉まったり開いたりを繰り返します。あと赤ひじりちゃんの命令で青白い妖剣が首とか足に噛みついたりしているんですが、長時間噛みついていたものは睨まれただけで消えていきます。じゃあ、もう、そのまま、胸の前で手を組んで祈りを捧げます。迷宮の巫女が祈りを捧げるのね。あなたの力で門は迷宮になろうとしていきます。さらに、あとちょっとというところで、田中が鎖を扉の内側の缶抜きに巻きつけます。門が閉まる力でゲームマスターが鎖に引っ張られて移動していきます。ゲームマスターだけを、門の中に閉じ込められるのかな？見る限りそれは難しそうです。ゲームマスター、相葉、赤ひじり、田中が門の内側にいて、巻き込まれるのは目に見えています。このヨグソトースの迷宮の中でお前は永遠を過ごすんだ。最初の数年は付き合ってやる。社長、ちょっと。院長。神父様。美星ちゃん。安らかに眠れ。あっさり諦めないで。時の魔女と田中くんは逃げなさい。ちょっと逃げるタイミングを失いましたね。しょうがないな、ついてってやるよ。クキさん、これなんとかなれないの？クソ、何かないのか。扉はあとわずかで閉まります。田中がそこに近づいてきて。そんなわけなんで、さよなら皆さん。楽しかったですよ。何か言い残すことはあるかい？こんな時に言いたいセリフがありました。好きな映画のセリフでね。運動の第3法則だ。前へ進むためには何かを置いていかなければならない。はは、かっこいいで。パパン。言いたいことだけ言ってた。田中さん。5メートル以上もある聖堂門の扉は消えてなくなり、あたりには何も残っていません。動けるようにはなっています。青白い手はいつの間にか消えています。消えた。クソ。クキさんのそばに一人の男が立っているのがわかります。副院長です。手元にあった魔導書はいつの間にかなくなっていました。お疲れさんお疲れさん。いやー、私の元マスターは失敗したみたいだね。失敗？マスターってのは、院長のことですか？ああ、本来ならゲームマスターが消えた時点で世界は再構築されるはずだったんだが、私がこうやってここにいるってことは失敗したってことだ。理解しがたいな。説明してくれ。少し待ちなさい。立てるかい、クキ君。大丈夫だ。あんたの手は借りない。ははは。しかしまあ、どれだけ手を尽くしても失敗するものなんだね。世界は何にも変わってないよ。ゲームマスターはまだ生きている。なん、だと？だが、安心してほしい。私にはプラン B がある。一体、どんな？君たちは世界を救いたいか？正直なところ、よくわかってないのだけど。多分、お姉様くらいしかわかっていないと思うわ。私だってわかんないよ。そうだね。雨が強くなってきたみたいだから。